答案率が本音をぶっちゃける甘いところに変える。オランダ一部フロー人間在籍時の思い出を堂安が振り返る中、板倉が海外へ行けば、みんなが思っている以上に環境は良くない。今はブンデスリーガでプレイしてるから、すごく良い施設もあるけど、フロー人間はひどかった。ロッカーも狭いし、堂安は、J リーグ海外に行った時に日本の方が環境が良いと気づく。その時に、自分が成長するためじゃなくて他人からチヤホヤされたい選手は、それを受け入れられなくて甘いところに帰る。全選手がそうじゃないけど、中にはやっぱりそういう選手が多いと思う。海外でプレイするにあたって相当忍耐力はいる J リーグ復帰の日本人選手が相次ぐ中、海外挑戦の厳しさを指摘した。堂安の相馬批判ほんとその通りだな。ここ最近は J も裕福なチームが出てきたから海外でくすぶってる選手を取れるようになったからね、それもあるな。戦力外で日本に復帰するってことはある意味もう世界では通用しないって烙印押されたようなもんやから代表選出時も判断しやすいよな。高校卒業後から海外で耐え続けてるうちの高志にはもっともっと活躍してほしい。ピピ君のことはどう思ってるんだろ。堂安板倉が審議体で心が一番大事って言ってたのほんまそうやなって思った。海外で仕事するのもこういうことだよなと。堂安、無駄な苦労を良きものとする、古臭い固定概念に浸っている単なるパワハラ体質。現役選手が物申す内容ではない。日本代表入ってるレベルなら海外でやっててほしい気持ちはある。海外で活躍してる日本人はメンタリティがすごい。